はい、どうもタイガーです。お疲れ様です。皆さん、このキャラ、懐かしいですね。トレント、散々使ってましたね。一番使ってる、実際。一番使ってて、一番お世話になったキャラ、一番強 P を上げてくれたキャラ。実際そうです。最高強 P もこいつです。今まで高強 P を、叩き出したのは全部こいつを肯定します。はい。トレント引退です。はい。というか、トレント引退っていう理由もかますごい至って簡単なんですけど、単純なんですけど、トレガが無理です。マジで。はい。トレが地球同時攻撃。トレントよりも射程が2マス長い。はい、意味がわかりません。無理です。トレント、まっすぐしか動かない。トレが、なぜか相手の方によって、斜め行動できる。斜め射程が長い。はい、無理です。火力、トレの方が高いです。まあ、森作りでね、近距離ドーンって言って、まあ、運ゲーもあるんですけど、それ以外だったらトレガの方がコンスタントにダメージを取り続けるっていう。はい。無理です。まあ、一応トレントで、トレガ以外のキャラは全然見れるんですよ。まあ、そこは別に問題ないですよね。まあ、バルフォアドラに関してはトレガの方が圧倒的に有利ですけど、それ以外の大型は別にある程度できるんですけど、トレント何が無理って、トレガが無理なんですよ。射程負けてるんですよ、こいつ。トレガが無理なんですよ。殴り合っても勝てないくせに、そもそも殴れないんですよ。で、トリデの裏から出すキャラなのに、射程届かないせいで、トレガに一方的に投げられるのに、こいつずれるんですよ、トリデで。上下に。はい。なんで今回ちょっとね、トレントの引退試合、嘘ですけど、はい。まあ、使っていきたいと思います。ちょっとまだ頑張れたら嬉しいなと。トレガマジ無理ですけど。まあ、トレガ倒せるキャラを引きたいなと思います。というわけで、今回もよかったら最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。よし、やっていきましょうか。トレンドさん、裏固定します。まあ、トレガーに来てほしくないですね、一番は。ただまあ、トレガーに対してやれたら、トレントはまだやれるぞと証明できるかなとも思いますんで。トレガーをやれるキャラさえ引ければ。行きましょう。対空が気になるけど、レドラでトレガーやれる。レドガとかは全然問題ないんですよね。トレントでやれるんですよね。トレガがね、トレガがね、きついんすよ。レドガはね、いいんですよ。やれるんですよ。トレガがきついんですよ。あ。こういう時屋根を感じるんですよね。まあ本当にいつも思うけど。これ取ってない、倒していく、取っていく、倒していく。こういう時のトレントは強い、頑張ってるけど青玉痛い。もう赤玉になったけど赤玉も痛い。いけいけ、押せ押せ、いけるぞ、押せるぞ。何がいけるって、まだヘッジホック使ってないぞ。せ、ラッキー。もう一体どこだろう、マンドラゴラ。ドラマンゴラ。奪われたくない。うん。ドラゴラドラどこっすかね。ドラゴラドラがいない。ビート奪え。オッケー。ナイス。いいんじゃないですか、流れは。まあなんか、最初に話しましたけど、レドガーいけるんですよ。はい。まあレドラもいましたけどね、こっち。レドガーは大丈夫。トレガが問題。次行きましょう。さあ、2戦目ですね。まあトレント、そうっすね。まあゼウスとかも全然問題ない。ドラゴンキラーのゼウスさんもトレントにかかれば、ボコボコにできるんですけど、もちろん射程によりますけどね。森作り当てれる射程でなければ、逆にボコられちゃうんで、そこだけ注意ですけど。直線すぎるな。直線すぎるな。いやー、直線すぎるな。いやー、これ以上回せないな。直線的すぎる。手札が。やっぱ斜め移動とか、まあ、迎撃含めてですね。できないと、結構厳しいタイミングがあるんで、あんまり全部がまっすぐなキャラは好きじゃないんですよね。
打ちましょうか。おお、スケソーダストダメなんだな。剣士飛ばないんだな。飛ばないってかあれなんだな、日本語が不自由だ。カマキ飛べ、オッケー、ガショ、いーん、スパン強い、これ強いよな本当に。さて問題はこのアート、カマキリはねもう置いちゃいましょう。あの何が嫌だってこいつ本当に、ケルベの火力はシャレにならない。取っちゃえ、ナイス、ここはね多分剣士で見れる、うん、あの余計な中型使わないように立ち回ろう。いい感じですね、流れが完璧、完璧のペキのペキンダックスね、完璧ペキのペキオですね。ペキオさんなんで、ペキオさんはそろそろデス行きたい。ペキオさんそろそろデス行く、はい、ああ、ミニデスが違う、そっちじゃない、ケルベから守れ、カマキリを守れ、オッケー。さあヘッジ流してみましょうか、どんな反応するかな相手。入っていくよワンパン、サタンもあんま得意ではないっすね、デスじゃな、デスもトレントも。まあでもできればこれデスだけでやりたいんで、チビドラと合わせていきましょうか。危ない危ない、闇玉で壊れるのは知ってるんで、キャラちゃんと合わせてあげて。来ましたね、噂をすればなんて、ここら辺ですね、トレント、オラードーン、あもう一歩前だったね、オラー、ほらもう一歩前なんですよね、やり返しましたね。ちょっとデスのせいだ、やばい、遊んでる場合じゃない、時間がない、いけいけ、干渉狙い、干渉干渉、時間ない時間時間時間ない、コースいっぱいある、やばい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 、危ない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 、ナイス干渉、よし、危ない危ない、そうトレントね、森作りの範囲変わったの忘れてたわ。森作りの範囲変わったの忘れてました、失礼しました。はい、次行きましょう、次行こう。これ何戦目だ、3戦目か、3戦目ぐらいですね。え、トレント、そうですね、森作りの範囲この前変わりましたもんね、すっかり忘れてました。範囲が、前までバラバラだったのがちょっと前後だったかな、狭まって、まあ、出しやすくなった。まあ、遠すぎない距離で出してあげると、森作りが多段ヒットしやすくなった、ですね。最大射程じゃダメなんですよね。最大射程よりも、1、2マス前から切ってあげると、とても良い、あれが起きます。森作りのダメージが出ますと。はい、頑張りたいと思います。さあ、キラー B が超優秀なので、このまま大砲撃っていきましょう。取れますね、これ。ナイス！キラー B 強いよ、マジ。虹バッチやべえ。キラー B 虹バッチなら本当に強い。虹バッチなら。変なおじさん！本当に変だよ。やめてほしい。ヘッジホーク行ってこい、お前ならできる！ドーン！一体もう、行かない。さよなら。さよなら。全部魅了。無理でーす。無理ですよ。それは無理ですよ。ねえ。それは無理ですよね、いくらなんでも。魅了全部は無理ですよ。マジで。いや、しつこい！一発でいいや。一発でやで、スキルを打ってくれ、スキルを、レドが行ってこい、お前ここだ、ゼウスの1、ここだ、多分ゼウスじゃない、なんだっけ、トレントの1、ここだ、おら、うわ、やばダメージ、やっぱここだったわ、毒入れたー、無理ー、毒無理ー、トレントはいつか死にます。なんでレドが毒治ってんの、謎現象起きてますね。なんかいるんだけど。そういうさ、見えないさ、視覚はずるくない？見えない視覚？見えないから視覚なのか？違うな。さあ、行ってこい。
さあ、マヒ入ってもらって。キラー B が生きてるのは、偉い。どれぐらい偉いかっていうと、偉さ偉おうぐらい偉い。いけ！もうゴースは止まってるんや。押し切れ！レドが、頑張れ！やばいこれ。点差だ。止められてしまっている。大砲だけで飛んでしまうわ。まあいいでしょう。さあ次。これがラストですかね。トレント森作り、やばいっすね。近距離まで持ってこれると。だからもうなんだろう。まあトレガーが、トレントにとっての、まあ苦手キャラ。でもトレントはトレントで、こういうことできるんだよ。っていうことですね。なのでまあトレガーは、苦手なので。うわ、5倍！頼むトレント。俺に力を貸してくれ。5倍は欲しいんだ。頼むトレント、全力でサポートするから。トレントさん、力を貸してくれ。よし、こっちにはな、アリンコがいるんだよ。ほら、なんか殴られてる。はい、ヘッジホックは、銃剣士に有利。おら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 、どりゃ頑張れ。ヘッジホックは、銃剣士には有利。ケルベアシラン。あ、これケルベリーダーだな。多分これ、ケルベリーダー、多分。さあ、おら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 、おら。ただ今回の、手札が、ヘチョク！そうだ！お前は天才だ。あ、最終段入んなかったから非天才だ。どうしましょうかね。まあ、リンコをドーンっていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずこのコングがやられてくれないと話にならないんで、コングさんにやられてもらって、アリンコお前らの出番だ。で来い。レドラ、あ、マタンゴをね、ぶち込みたかったんですけど、これトレントの出番では？射程ここでは？トレント、そこだろ？ほら、そういうことよ！やっぱ射程だこいつ！トレント射程だ！射程が大事だこいつ！やっぱそういうことだよ！え、てかさ、ていうか、ジョーは強くね？あ、コング行かねえかな、あれ。あれ、ヘッジホック死んじゃうと、おお、強っ。射程だわ！射程だ。トレントはあの射程での森作りやばいぞ。え、これ、やばいぞ。マジで。あそこを狙えばいいんだな、ずっとあの射程を。5倍干渉。トレント、強っ。ナイス。いや、よかったっすね。なんか、新しい発見があった。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いや、新しい発見だよ、やっぱり。森作りの範囲が狭まったっていうのはありましたけど。で、何がやばいって、多分なんですけど、多分ですよ。多分。トレントも、プリンセスタイプで、一番上か一番下からスキル発動する。一番上、一番下の位置からスキル発動すると、それ以上上、それ以上下に行けないじゃないですか、画面外だから。だからその分、正面に収束するのかなと思って。もしそれが本当に正面に収束するとしたら、とんでもないダメージになるんですよね。今、トレが半分一瞬で吹き飛びましたよね。ちょっとトレント考えましょう、また。これ、ありですよ。マジで。トレがさえなんとかできれば、実際に。遠距離のトレがが無理なんで、今の引っ張れたからよかったですけど、遠距離トレがだけなんとかできれば、マジで面白い気がする。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。